2016年4大陸フィギュアスケート選手権は2016年に台湾で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟によるアフリカ、アジア、アメリカ、オセアニアの4大陸の各国選手を対象とした選手権大会である。2015から2016年シーズン開催の4大陸フィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル、ペア、 アイスダンス種目が2016年2月16日から21日まで台北市の台北アリーナで開催された。台湾での開催は2014年大会以来2年ぶりである。男子シングルではパトリックちゃんが4年ぶり3回目の優勝。初出場初優勝がかかった金広仕様を僅差で下す。男子シングルで3回目のタイトル獲得は 大会史上初の快挙となった。3位の演刊を加え表彰台を中国系で揃えた。日本選手は2年連続で表彰台を逃すも、宇野昌磨、村隆人は共に270点に迫る検討を見せた。女子シングルでは宮原里子が3度目の挑戦にして初優勝。ノーミスの演技でミスパーフェクトの異名も取った。これが国際大会の初タイトルとなった。 長瀬未来が自己最高の2位、本郷理香は2年連続の3位をセリ勝ち、表彰台を日系人で埋める。エントリーを決めていた浅田真央は自体補欠の村上かな子が出場した。ペアは随分生半層組が2年ぶり3度目の優勝。前回優勝のメーガン・デュハメル、エリック・ラドフォード組は SP2 位で追い、2年連続優勝を狙うもデュハメルの 体調不良で FS を棄権した。アイスダンスは、マイア・シブタニ、アレックス・シブタニが5度目の挑戦にして初優勝。全競技の優勝をアジア系で締めた。国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ州を除く、各国のフィギュアスケート統括団体に対し、種目ごとに最大3枠までの出場枠が与えられた。出場のために最低技術点が設定されており、 当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催、公認する大会で、ショートプログラムとフリースケーティングの両方で、クリアしていなければ出場ができない。男子シングル女子シングル女子、シングルメダリストペアアイスダンス各競技の上位成績者には、以下の賞金が与えられる。また、エキシビション出演者には、以下の賞金が与えられる。ありがとうございます。